今回の問題。多要素認証とは、対象を認証する際に何々以上の要素を組み合わせて認証する方法です。 AAA は何々と何々、そしてアカウンティングの略です。当てはまる A の単語の日本語を考えてみてください。ラディウスとタカクスの違いは、ラディウスは規格が何々であり、タカクスは規格がシスコ独自になっています。プロトコルは、ラディウスは UDP を使い、タカクスはプロトコルとして何々を使います。暗号化範囲は、ラディウスが何々を暗号化し、タカクスは暗号化範囲はパケット全体です。 AAA を有効化するコマンドは何々コマンドを使います。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。多要素認証とは、対象を認証する際に2つ以上の要素を組み合わせて認証する方法です。 AAA は認証のオーセンティケーションと認可のオーソライゼーション、そしてアカウンティングの略です。ラディウスとタカクスの違いは、規格がラディウスは標準化されており、タカクスはシスコ独自の規格になっています。プロトコルは、ラディウスは UDP を使い、タカクスは TCP を使います。ラディウスは暗号化範囲がパスワードのみになっていますが、タカクスはパケット全体を暗号化することができます。 AAA を有効化するコマンドは AAA ニューモデルコマンドで、 AAA を有効化します。お世話になっております。マサルです。今回は AAA について一緒に勉強していきます。管理者はどのクライアントがどのサーバーに接続して、どのリソースを利用できるのかを管理する必要があります。そこで AAA の技術を利用します。 AAA は認証のオーセンティケーションと認可のオーソライゼーション、そしてアカウンティングの略です。 AAA を使って接続してくるクライアントを認証したり、利用するリソースを制御したりすることができるようになります。今回の動画の流れは、多要素認証とは何か、 AAA とは何か、ラディウスとタカクスの違いとは何か、そして最後にパケットトレーサーを使って AAA の設定をしてみたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まずは多要素認証から勉強していきます。多要素認証とは、対象を認証する際に2つ以上の要素を組み合わせて認証する方法です。認証の要素は大きく3要素に分かれます。知識要素、所有要素、生態要素です。知識要素は ID やパスワードなど、ユーザーのみが知り得る情報で認証する方法です。ユーザー ID とパスワードによって認証する場合は、知識要素によって認証を行っているということになります。次は所有要素。所有要素はユーザーが所有するもので認証する方法です。 IC カードなどを使って認証する場合は、所有要素による認証を行っているということになります。最後が生態要素。生態要素はユーザーが持つ身体的特徴を使って認証する方法です。顔や指紋などを使って認証する場合は、生態要素による認証を行っていることになります。そして多要素認証と言われるのは、これらの要素2つ以上を使って認証する方式のことを言います。例えばパスワードによる知識要素の認証と IC カードによる所有要素の認証を組み合わせた場合は多要素認証になります。ここで注意しておきたいのは、複数の要素を組み合わせなければ多要素認証にはならないということです。例えば顔認証と指紋認証を組み合わせた場合は、両方とも生体認証なので多要素認証にはならないことに注意してください。冒頭お話ししたように、 AAA は認証、オーセンティケーションと認可、オーソライゼーション、そしてアカウンティングの略です。この3つの機能を使ってセキュリティを高める仕組みのことを AAA と言います。それぞれがどのような機能なのか見ていきましょう。まずは認証。オーセンティケーションはネットワーク上のサービスを利用する場合に、認証対象がサービスに対してのアクセスが許可されているかを確認する機能です。つまり人や物をまずは認証するということですね。次の認可、オーソライゼーションは、認証されたユーザーがどの機能を利用できるのかを決める機能です。例えばあるユーザーはその情報を見るだけ、管理者はその情報を変更することができるなど、ユーザーごとに利用を制限したり、ユーザーごとにアクセスできるファイルの範囲を制限したりする機能が認可です。最後のアカウンティングは、ユーザーがいつログインしてどのようなことを行ったのか、行動を監視してログを記録する機能です。この3つの機能を使ってセキュリティを高める仕組みのことを
それぞれの頭文字を取って AAA と呼んでいます。 AAA を利用するためのプロトコルとしては2つ代表的なものを覚えておきましょう。標準化されたラディウスというプロトコルとシスコ独自のタカクスというプロトコルがあります。ラディウスとタカクスの違いを表にするとこのような違いがあります。ラディウスは標準化されており、タカクスはシスコ独自です。トランスポート層で利用するプロトコルはラディウスが UDP、 タカクスは TCP です。暗号化範囲はラディウスはパスワードの情報のみを暗号化しますが、タカクスはパケット全体を暗号化することができます。このような違いがありますが、一般的には標準化されているラディウスを利用することが多いです。では実際にパケットトレーサーを使って AAA の設定をしてみたいと思います。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。これまでは Twitter アカウントが必要でしたが、メールアドレスでの登録、その他 SNS アカウントでも登録できるようになりました。コミュニティの主な目的は CCNA 取得ですが、人によってはネスペの試験を見据えて参加してくださる方も増えてきました。一人ではなかなか勉強が続かないという方や、ネスペや CCNP など難しい試験に挑戦するために、もう一度基礎を学びたいという方は、ぜひコミュニティの活用を検討してみてください。興味を持ってくださった方は、参加 URL を概要欄に用意しています。では、こちらの構成を使って AAA の設定をやってみたいと思います。今回は、テルネットで VTY 接続をしようとしたときに、AAA を使って接続してくるクライアントを認証する設定をしてみたいと思います。設定する情報は ID がマサル、パスワードは CCNA という文字列で設定していきます。事前に IP アドレスに関する設定は終わっており、Enable パスワードは Enable という文字列で設定しています。それでは早速、事前確認として PC からルーターにピングが届くことと、PC からルーターにまずはテルネット接続ができないことを確認してみましょう。PC からルーターの IP アドレスに向かってピングを行います。問題なくピングが成功しています。では PC からルーターに対してテルネット接続を試してみます。テルネット SSH クライアントを利用して、テルネットでルーターの IP アドレスを指定します。現在はテルネットに関する設定を行っていないので、テルネット接続はすることができません。ではルーターに対してテルネット接続の設定と、AAA による認証の設定を行ってみたいと思います。ルーターを選択したら CLI のタブから設定をしていきましょう。 Enable パスワードは Enable に設定をしています。まずは AAA の有効化を行います。 AAA の有効化を行うためのコマンドは AAA new model コマンドです。こちらのコマンドで AAA を有効化します。有効化したら次にAAA を使ってログイン認証方式のリストを設定していきます。 AAA オーセンティケーションで認証を行います。認証を行うのはログインするときです。ここでログイン認証方式のリストの名前を設定します。今回はログインリストという名前にしたいと思います。このログイン認証方式のリストの中でどのような方式で認証するのかを設定します。今回はローカルにして、ローカルのデータベースの中で設定している認証方式を使って認証を行うという設定をしてみたいと思います。この設定によって AAA の認証の機能を使ってログインしてきたユーザーを認証します。認証方式はログインリストというリストに従って認証を行います。ログインリストの中身はローカルになっており、ルーター自身のローカルで設定しているデータベースに従って認証する、このような設定になっています。ではローカルに認証情報を設定していきましょう。ユーザーネームマサル、パスワードはシークレットで設定して CCNA とします。この設定でローカルのデータベースにユーザーネームマサル、パスワードは CCNA という認証情報ができました。ではこの設定を LINEVTY に反映させます。テルネットが接続してくる LINEVTY の0から4を指定して、ログインコマンドでログインを有効化しますが、この時に認証する方法として先ほど AAA で作ったログインリストを指定します。テルネットが接続してくる LINEVTY に対してログインする際の認証をログインリストの中身から認証してくださいという設定です。ログインリストの中身はローカルになっていて、ローカルで設定しているのはユーザーネームマサル、パスワードは CCNA と、このように設定が紐づいています。では設定を反映させます。設定できたら PC からテルネット接続してみましょう。
ではテルネット接続をやってみましょう。ユーザーネームが聞かれるのでマサルと入力して、パスワードには CCNA と入力してください。無事にログインすることができました。では AAA の設定を少し変えてもう一度試してみたいと思います。先ほどは AAA の認証方式としてログインした時に、ログインリストの中身でローカルで作成した情報を使って認証を行うと設定しましたが、ここのローカルの部分を少し変えてみたいと思います。先ほどは AA オーセンティケーションログイン、ログインリストローカルで設定をしましたが、ここのローカルの部分を次はイネーブルに変更してみたいと思います。このように設定すると、イネーブルパスワードで設定している情報でログインリストが構成されることになるので、 VTY 接続をしてきた時に認証する情報はイネーブルパスワードによって認証するというようになります。それではイネーブルの設定もやってみましょう。この状態でもう一度テルネット接続をしてみます。ではもう一度テルネット接続を試してみます。先ほどと違ってユーザー ID の入力は必要なく、パスワードだけの入力を求められます。イネーブルパスワードで設定しているのはイネーブルという文字列です。イネーブルという文字列を打って無事にログインすることができました。このように AAA を使って認証することで認証方式を様々変えることができるので、いろいろ試してみてください。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。多要素認証とは、対象を認証する際に2つ以上の要素を組み合わせて認証する方法です。 AAA はオーセンティケーションの認証と、オーソライゼーションの認可、アカウンティングの略です。ラディウスとタカクスの違いは、ラディウスは規格が標準化されており、タカクスはシスコ独自です。プロトコルはラディウスが UDP を使い、タカクスは TCP を使います。暗号化範囲は、ラディウスはパスワードのみを暗号化し、タカクスはパケット全体を暗号化することができます。 AAA を有効化するコマンドは new モデルです。このコマンド忘れやすいので注意してください。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。